はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スシロー、カンナでございます。それでは、ドラゴンクエスト、続きからやっていきましょう。前回からですね、レベルを一つだけ上げておきました。すると、やっと、呪文、あ、使えねえって、戦闘、ギラをね、覚えました。もうね、これの力でね、メイジドラキーぐらいボコボコにできるんじゃないかなと思っております。もういい加減、メイジドラキー倒せるようになってくれないと、そろそろしんどいで。なんでだ、魔法使い、お前。お前だけは絶対に許さん。お前だけは絶対に許さん。やめてよ、だからギラそれ。補聴ギラる？ギラって何も使う？ギラ2年。ほら、ギラだよ、こっちは。20ポイント強え。ギラやばない？え？ギラってそんな強かったっけ？え？ギラだけなんか、威力おかしくない？ 20 って。だから村はね、もうメイジドラキー貴様にはもう負けんよ。お前が先かい。やべやべ、死ぬ。死んじゃう。やべ、ミスター。やべ、死ぬかもしんねえ。やめてよ。ギラやめてって言ったよね。あれメイジドラキーお前にはもう負けんと思ったんだけど、あれこれは何、死に戻りとかそういうゲームだったっけ？違うよね。55ポイントもいんの？セーブするね。ありがとう。ごめんね。王様ありがとう。ずっとセーブ役にしちゃってるね。あ、戻っちゃった。タイトルに。タイトル戻っちゃった。ごめん。いけますね。はい。あんなですよ。はい。いけます。はい。竜を打ち滅ぼしたいんですけどね、ごめんね。ずっとね、明治ドラキー。明治ドラキーに勝てねえ。明治ドラキーのギラに勝てねえんだけど。いや、今のはただ、メラが飛んでくるもんじゃないですかね、序盤ってせめて。ギラなんですかね。ねえ、スライムくん。ねえ、スライム。どうすればいい？教えておくれ。仲間にならないかい？仲間になれたそうにこちらに見ているとかそういう感じでないの？メイジドラキーがクソ強えんだけど。やろよ、メイジドラキー。普通のドラキーやったらいいわ。ちょっとびっくり、もののけ大将軍すぎるわ。なあ、トラキー。教えてくれ、お前の上位互換をどうやって倒せばいいんだ魔法使い、ってか、魔法攻撃異常に強ない？あれ、体力半分持ってくれるんやけど、一発目。どういうこと？で、ターン王サソリ。お前。お前、強えな。あ、やべえな、強えな。魔法使うか。ギラだよ。今のはただのギラだ。ギラで16個。うわーでも倒せた。よかったよかった。ありがてー。ギラありがとうな。16ポイントも経験値くれた。めっちゃいいやん。なんでそんなやつ出てこんかったん今まで。ギラ覚えてなかったからか。ギラ。出たな、明治ドラキー。もう負けんぞ、お前には。先生や。先生ギラや、こっち。どうだ、なかなか聞くたび、よし。お前に何度倒されたかわからん、私は。よかった。じゃあ、回復できるかな、ここで。ここはなんて村だい？マイラ、あ、マイラやった。え、マイラって、そうか、初代ドラクエじゃねえからな、私がやったのって。ビルダンスだから違えんだよな、ちょっと、世界観が。妖精の笛を見つけた。妖精の笛って何？これ何？いや、これ何？南の島行きましたか？いえ、行ってませんよ。リムルダールという島。リムルダールに来てえな。回復したいんだけど。あ、ここか。牛肉高いよ。高いよ。値段インフレしすぎじゃない？最初の街だったら2ゴールドとかさ、そういう感じやったやん。急に足元見てくんなよ、おめえ。痛い。は？何や、お前。しかし、その武器だ。武藤残した剣あるはず、探すが、お前、それだけのために。お前、それだけのために私は何もダメージを食らったと思ってんの、バカ野郎。何も食らった今。めっちゃ食らってんな、今。24やって結構する、私今30ぐらいあるよ、体力。あれ？おっさ食らったくない鍵ぐらいさ。てか、待ってな。道具で、妖精の増えてない。何回でも使える。じゃあ使ってみる。
何もホラカタって言うなよ。何も怒らんかったかな。この毒の沼やべえな。あのね、毒沼じじいのせいでさ、まともに奥に行けないんだけど。やべやべ、マップから出ちゃう。ごめんね。この宝箱のところに行きたいの。鍵がないから、宝箱のところに行きにくいけど。おい、タンスにゴンゴン、タンスにゴンゴン。タンスにゴンゴン。お、力の種やって。タンスにゴンゴン。おい、種系はね、布の服。布の服？今、革の服だよね、私。力の種使いましょう。まあ、1やけど、全然全然。こうだな。いけた、いけた、いけた。で、ね、ちょっと、行きにくいね。で、これ開けても、道具屋か、ここ。どうしようかな。あ、君の翼ってお城に行けるだけか。なるほどね。つまり、お城で終わるってこと、お前かい。な、お前、憲兵。ゴーレム。え、ここってゴーレム出るんだった？ここじゃなくない？これ、外開けだよね。鍵を持って、おー。じゃあ、あ、この家の主人たちはどうやって生きているんだい？どう過ごしているんだい？ごめんね、めっちゃボン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 言ってるけど。当たった時にね、鳴るのよ。あー、鋼の鎧とか欲しいな。鋼の鎧欲しいな。2000円ってどうやって貯めるのかな、このゲーム。おい、邪魔すん、邪魔すん、おいおいおい。行かせないよ、行かせてくれるんかいならね。ちょっとレベル上げしてみ。どこ行ったらええんだろう。なんか教えてくれよ。私はどこへ行けばいい。あ、ゴーストワンパンできるレベルになってる。やったぜ。やったぜ。ちょっと待って、マップ見さしての。下か、このまままっすぐ下に行きゃいいんかな。いろんなところ冒険しましょう。やっぱドラゴンクエストといえば、出たな、魔法使い。お前のもう攻撃方法は分かっている。とりあえずギラ撃っときゃいいんだな、こっちは。もうこっちはギラ撃つしかねえよ、お前とやり合うには。魔法を切るしかないんだよ、魔法のカードを切るしかないんだ。ゴーストは全然いいね、もう怖くない。もう怖くない、ゴーストです。程度なら。あれでも、確か若干の乱数もあるんだか。ダメージって。なんか倒せるでしょう。最初はゴーストすら怖かったけど。もうスライム以外倒せんかったもんな。でも毒沼さんあるけど、毒沼さんいけらへんがな。あ、ここ通れるんかい。何だよ。骸骨！久しぶり。久しぶりってか、ずっと参戦してるか、お前は。やべ、与えられてなかったら、ギラるか。耐えるよね。耐えるね。オッケーオッケーオッケー。ギラっとくわ、とりあえず。ギラギラにギラっとくわ。え、ギラ耐える。嘘だろ。待て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 。ん？この間強くなったばかりなんだか、私は。なぜな。7ポイントやって、で冒険の人に記録するな。ごめんな、王様。死ぬために冒険の人に記録しに戻るようなもんやから。ああ、だから B ボタン押すなっちゅうの。こんな簡単に死ぬんですかね。初代ドラクエってみんなどんぐらい、そんなサクサク余裕で勝てよったかな。ごめんな、イレブンしかね、まともにやってないからね。そう、まともにやったドラゴンクエストって、これか、衝撃の尻尾弾なのよ。スライムモリモリ衝撃の尻尾弾ぐらいしかね。あとはビルダーズなのよ。だから、派生系しかしてないのよ。あとジョーカー。ドラゴンクエストジョーカーとか。あの辺しかしてないわけですよ。山越えできへんよね。さすがにできんよね。ってなったら、だいぶ遠回り。まあ、またもうちょっとしたらレベル上がるから。そしたら骸骨ぐらい倒せるようになるでしょ。骸骨ってあんな強いんやな。なんかもう、雑魚のイメージがあるけど。その雑魚にしたら負けている私はもっと雑魚いってことやろ。打ちひしがれそうだね。
現実に打ちひしがれそうだよ、勇者。勇者かんなよ。あの、お前ほんまに勇者か？成り上がり勇者っていいじゃないか。もともと強い勇者より、お前なんでスライムに先生取られてんの？うっせえ。スライムに先生取られるとはいかんよ。もうちょっとよ。もうすぐレベル上がるから、待てよみんな。みんな待てよ。もうゴーストなんて怖くない。ゴーストは怖くない。ゴーストは怖くない。いや、もう一旦かかるね。明治キメラじゃない。キメラも来てないもんね、まだ。そうやな、キメラにすら会ってないもんな。で、レベル上がるやろ、もう。よしよしよし、このファンファーレいいよね。で、力が4ポイント。身の守りがもうちょっと上がってほしいよね。やばいよね、今、火ダメージがすごい量やもんね。で、毒沼さんはいけらへんから。出たな、魔法使い。あ、もうギラるわ。あ、もうギラの消えた子だよ。倒せるな、19ポイントダメージ。骸骨が非常に強かったよな。あれ、何やったろうな。なんで骸骨ってあんな強いんやろな。いけねえってよ。え、毒の前行かないかんの？骸骨出た！やべやべやべ。え、どうしよう。で、攻撃入るかな？入んねえって。向こうの攻撃の方入ってるわ。2ポイント !2 ポイントだったらギラーとか。骸骨強ない？だってどんどん強敵現れる。どう？骸骨。倒れないって。じゃあ、はい、上取れ。骸骨の攻撃の方が早いね。王様、王様、な、王様。どうしたらいい？私、この骸骨に二度と勝てねえ気がする。デビルを上げろと。うおー、負けるかよ、私たちが。100ポイントだって。うおーおーおデビルっぽいなって。なんで B ボタン押すんだろうな。なんか B を押しちゃうね、ここ。癖だな、もう。やべえな。会話スキップするのに B ボタンを押すのはもう癖になってしまってるね。まあこれ復活の呪文とかいるんだろうけど。やっぱあれやな、スイッチ版になってるから復活の呪文いらんないな。いやー、楽しいよね。本人はすごく楽しいよね。みんなにはグダグダプレイをお届けしてるから何とも言えらんないけど。どういくが正しいかもわからんからね。どういくが正しいかもわからん。まだ勝てらんのかな、もしかして。妖精の笛をどこで使うのこれ。妖精の笛ってどこで使うんだろう。教えておくれ。え、マジでわかんねえ。みんなどうやってこの、当時の大人たちはどうやってこれを、よし、もっと一撃、あ、そうか、レベル5やもんな、今。これで。ちょっと、ラライのとこ、何やったっけ、何のもらったっけ、ラライの。お前の歌は変わらんのよな。お前の歌は変わらんのか、ガライの村で、ガライのところやって、ガードームの姫をされたままが東の方へ染み立っていくの。行かないと私がいますね。東の方に連れ去られたと。東の方やろ？ねえ、ガライの町。妖精の部屋はどこで使うんだろうね。ごめんな、何も知らんけん。この辺も帰らへんからな。あ、布か、なんか布の服とか持っとったよね。布の服、妖精の部屋売れない。57。これの、売ったりかもしかないな。竹沢が多分、そうそう、もう限界来てるんだろうな。竹沢でいつまで戦うんだお前はって言われるぐらいやけど。いや、竹沢で竜王をぶちのめしちゃっていいやん。竹沢で竜王をぶちのめされるかどうか知らんけど。なあ、ゴースト。どう思う、お前。このままだったらサムネイルがさ、大サソリになっちゃうぜ。大サソリが骸骨になっちまうけど。まあ、ぼちぼち進めるからいいんやけど。どうするよ。もっとさ、ゴーレムとか、ドラゴンとか出てくるんかと思ったけど。なあ、ドラキードラキー、ドラキーも安定できるね。いや、まあ、レベルをコツコツ上げるが大事やから、ドラゴンクエストといえばやっぱレベリングですからね。
妖精の笛は？え、この毒沼さんとこ行かないか？うわ、出たな、明治。明治はもう、嫌っとくよね、とりあえず。ねえ、でも、何、4ぐらいか、経験値って。あ、12ポイント。なんでこんな経験値にブレがあるんだろうね。やっぱ、ダンジョンある？最後、やめて、あ、お前もやめてほしかったな。もうギラーしか唱えれねえよ。ギラとか、とりあえず。魔法使いとか、魔法もやべえけど、骸骨の通常ダメージもやべえな。お金がねえんだよ、でも。なんもねえって。なんもないんだな。あ、ゴースト。どうだい？どうだい？どうすればいいんだい？え、毒沼行かないかんかな、やっぱり。え、でも毒向こうとかないときついよね、普通に考えたら。東の方っていうから、こっちに何かあるっていうわけでも、ないもんね。とりあえずもうレベル上げひたすらしてるけど、私。ゴールドも何本 ?8 ぐらいしかくれらんないの、この子って。で、8ゴールドずつ、ちょっとずつ足んねえけどさ、123ゴールド溜まった。武器変える？武器変えようかな。武器が防具変えるか。妖精の笛がな、何使うんだろう。盾しか変えらへんけど、どうしよう。銅の剣まで貯めるか、ちょっと。てか、早めに強い武器が欲しいけど、盾持ってるのになんで盾持ってないんだ、お前。ちょっと世界地図見さしてな。現状いけそうなんか？下の毒沼の先か、左に多分回れるんかな？回れるかな？ちょっと左戻ってみるか、レベル上げながら。ごめんね、全く知らんけんね。なあ、明治。明治ドラケン、お前コアでしゃあないんやけど。私のギラの方が早いからいいんやけど。すげえ怖いんやけど、お前とやり合うの。魔法系の敵と戦いたくない。かといって骸骨のように強いやつも戦いたくない。毒の周りどうやって制したらいいんだろう。さあ、ドラケン、教えて。運んでくれねえか、おめえ。おめえ、運んでくれよ。コマだったら見せ場がねえまま、このパートが終わっちまうぜ。まあ、いっか。それはそれでいいんか。妖精の笛手に入れとるから見せ場はあったんやけどな。取れ高って知ってるかい、ドラキー君。まあ、メタルスライムくらいペリペリペーンって出てさ。押したいけ下で繋がってるんかな？な、ベス。スライムベス？オッケー、9ポイント、9ポイントも与えれるようになってんな。いや、最初の初戦がスレンベスって何やったの？あ、いけるね。いけるいけるいける。行ってみますか、こっち側。勝てるか知らんけど。とりあえず今のところノーダメージはノーダメージだね。行けましたね。新たな地に来ましたね。新たな地に来たけど、明治ドラキー。ちょっとギラがなくなってきたよ、そろそろ。聖水ないんかな？ MP 回復道具がないんやけど、今んとこ。明治ドラキーとかでよかった。とりあえず、それはよかった。明治ドラキーお金たんまり持ってね、ちょっとマップ見させてね。あ、もうちょっと下ね、はいはい。下行って、こうぐるって回るイメージかな？ちょっとごめんね、何度も見ちゃって。街に行きたいんだ。ダンジョンじゃねえよな、あれ。街でダンジョン！ダンジョンでしたね。で、逃げましょう。いや、まあ、通常攻撃でもいけたか。街じゃないんだね。なんか青いんがあるけど、松明おいで。青いんがあるって思ったけど、ただの水辺か。ここは何？ここは何だろうか。おっと、敵だ。おーおお、メイダだ。メイダか。勝てっかな。やべえな、8ダメージか。こっちは
2ダメージ、5ダメージ与えられてる。じゃあ、ギラッとくか。素早さ取れてる。よしよしよし、メイダ倒した、メイダ倒した。でかいでかいでかい。その辺はでかいぞ。ちょっと MP の回復がないから、ちょっとやべえかもしれねえけど。ゴーストはええわ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よかった。なんか、とりあえず、どうにかなりそうだ。4ポイントしか手に入らん。こっち、なんかある。なんかあるけど。出たな、魔法使い。お前はもう戦いたくない。お前、ちょっと逃げるな。ちょっと逃げるわ。逃げれなかったの？そういうのはあるんだね、やっぱり。確定逃げれるとかじゃないんだね。よし、逃げれた、逃げれた、逃げれた。宝箱とかさ、いや、下やな、下に行けるんか、マップの。なるほどね。なるほどね、やけど。どっから入ってきたかもわからへんねんけど、私これ。とりあえず、ギラっとくな。メイダ、おめえだけは許さんの。うん、メイダ耐えるね。メイダ強えな、普通に。強え敵しか出てこねえんだけど。よしよし、レベル上がったね。オッケーです。なんか覚えてくれ。技覚えへんのかー。ちょっと道具で回復してもいい？オッケーオッケーオッケー。薬草ってコス、ほんまにね。あの、束持ちできるんだったら全然ありがたいけど。メイダ、おめえ経験値うめえからな。経験値が美味しいからどうしても戦ってしまって、おっと、もうワンパンですか。どっちが敵か分からへん。我が出したけど。え、どう行くの？どう行くの？あれ。メイダ、もういいよ、もういいよ、もういいよ。やべ、竹竿しかないんやって、今。竹竿でぶん殴るしかなくなった。やべえ、向こうの方が攻撃力強い。向こう何も？20ぐらいやんな、体力。ってことはまた2ターンかかるな。やべ、メイダの方がなんか早くなってる、攻撃、行動。ちょっと待って、なんでメイダさんの方が早くなってるんですかね。多分あんた7出しまくったら3ターンで倒せたよね。わかってる。やべえ。道具がガンガン失われていく。で、下かな、下行って、ゴーストはええわ。ゴーストは大丈夫。MP 回復が全然ないね、このゲーム。やばいな。初代ドラゴンクエストやべえな。もうちょっとさ、聖水とか浮いとるもんやと思ったけどね。全然どう行きゃいいや。クソ、マップが狭いくせにわからへん。逃げましょうかね、ここは。逃げれるやろ。逃げれたね、オッケーオッケーオッケー。なんかあるはずやって、こういう意味深なダンジョンってことは。あ、下行けるってよ。下行こうぜ。え、なんもね、行き止まりじゃん、これ。え、そういうのもあんのね。強えやつ来たー。やべえ、逃げる逃げる逃げる。逃げるって。魔導士はやばい。魔導士はやばい。絶対にやばい。勝てんやつや。あ、なんか、水辺みたいなところに来た。広い水辺に来て、魔法使い相手ならいけるか？とりあえず逃げるか。消耗したくない。消耗したくない、もう。回り込まれたじゃん。ギラやめてって。やめてよ、ギラ。強えんだよ、お前ら。なんで、まあ、回復できらへん。回復。保護か、妖精の笛、もしかして。なんか、湖で吹くっていう、イメージがある。ゴー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 って。何も起こらんかったわ、ごめんな。おもむろに増え。やった、343ゴールドもくれるんですか？本当ですか？ありがとうございます。メイダ、もういいです、お前。道具と逃げるの、スロット逆にしてくれませんかね。回り込まれてしまったメイダの攻撃。メイダ、魔法打ってこんだけ良心。良心。逃げれる、逃げれる。逃げれる、へえ。道具使った声もお金では、あ、でもお金ちょっと増えたもんね。お金増えたもんね、ちょっと。の下やね。おー、サソリ。
出たな、おさそり。お前、あっちの方じゃないんかい。左の方やで。じゃあ、右の方やと思ってる。ん、杖。倒せる？何も食らう？ 2 ポイントやめとこっか。戦わないで逃げましょうか。絶対道具、道具ってかもう装備が多分限界来てるんだろうな。ここに、その装備では来んのかな、みんな。半分初期装備やもんな、私。で、こっちに来たら、もういいよ、魔法使い、魔法使い。逃げるからな。お前もう回ってくんなよ。回り込むなよ。回り込むなって言っただろ。ギラやめろよ。頼むからギラ打たんといてくれ。ギラはやめろ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 。逃がしておくれ。逃がしておくれ。もう MP がないんです。お願いします。行き止まりです。なんでですか？なんでこんな行き止まり多いんですか？そういうゲームだからですって言われたら、ああ、そうですか。って言うしかない。あ、なんか階段あるよ。階段あるよ。もうさ、それもういいよ、お前。お前、強えんだよ。お前、強えんだよ。MP ねえんだよ。知ってるか、MP がねえんだよ。扉がある、鍵持ってないって。鍵がいる、まさか。なんでそんな鍵いっぱいは、いるの？なんで鍵がそんなにいるのね。ゴースト教えて。ゴーストに竹竿で戦いよんねんな、私ってまだ。すごいよな、この勇者。竹竿と川の装備やで、今。メーダももういいよ。逃げますね。逃がしてください。逃がしてくださいよ。逃がしてくださいよ。お願いします。お願いします。何でもします。何でもします。逃げます。逃がしてください。逃がしてください。お願いします。お願いします。お願いします。どうしろって言うんだよ。どうしたらいいんだよ。ありがとう、王様。王様、とりあえず、セーブするね。あれ、なんかいつもここで、A 連打の方がいいんかな？ちょっと装備買って終わろうぜ。ごめんな。ごめんな、毎回、あの、タイトル画面戻ってごめんな。こんなに死ぬとは思ってんやろな、王様も。待って、MP 回復ないんだもん。MP の回復方法が全然ないんだもん。もう今となっては銅の剣ぐらい買えるんじゃない？銅の剣買える買おう、買おう。買おう、装備もしよう。もう竹竿とはおさらばだぜ。で、今革の服か。革の服か。それを変えたいんやけど。道具買っとこうか、一応。待ってな。薬草を3つ買っとこう。で、あと松明やね。松明を1個買って、100ゴールド近くは残しとくようにしよう。ついてきてくれる？マジついてきてくれる？やっとぜ。ということは、これは宿屋に泊まれば、あのお嬢さんと一緒に、一晩共にして、なんもないんかい！お楽しみでしたねとか言うてこいよ。なんだてめえ。家探しするか、とりあえず。おー、けどじじい。毒沼には気をつける、知ってるわ。別の町におったわ、毒沼に囲まれたおっさん。橋に気をつける。橋渡って遠くに行くほど恐ろしい魔物が出てくるわ。分かってるんやけど。あ、私知ってます。ああ、そうだったね。知ってるんだったね。で、このお姉さんは何？ついてくるお姉さんのイベントは何？何かできる？割引とかしてくれてた？もしかして。お前何してるの？ラタトウムジャを、先の魔王の城でずっと何？ちょっと待ってくれ。このお姉さん何や？このお姉さんずっとついてきてくれるんか？もしかして。え、このマップ内じゃなくて、このマップ出てもついてきてくれるんか？共に勇者として、勇者のパーティーとして行ってくれるってことか？そういうわけじゃないんかよ、お前ついてこいよ、バカ野郎。
ついてこんかったわ。かなり走っちゃってるんだ。それではコンパートはこの辺で終わりたいと思います。いやー、完全初見ですからね。こういうグザグザプレイもご了承くださいませ。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。